リムル様。能力の上昇率を開示します。よし、出発だ。コク、探索開始だ。コク、接敵を確認しました。これで決まりだ。食らいつくせ。グラサニー、いいぞ。こんなもんかな。行くぞ。この調子でガンガン行くぞ。当然の結果ですね。コク、強敵を発見しました。覚悟はいいか。カオスイーター。フレアサークル、くらえ。さあ、たよ、ふ、せ、や、せ、さあ、落ちろ、くらえ。上がってきた。これで決まりだ。食らいつくせ。こんなもんかな。ふむふむ、結構調子いいな。私たちの勝利ですね。お、なんだこれ。資源の足しにするか。お、なんだこれ。資源の足しにするか。資源の足しにするか。コク、接敵を確認しました。油断した。暗い。これで決まりだ。食らいつくせ。グラサニー、この調子だ。こんなもんかな。アイシクルスピア、そりゃそれ、うりゃ。この調子でガンガン行くぞ。私たちの勝利ですね。強敵を発見しました。落ちろ。これで決まりだ。食らいつくせ。グラサニー。こんなもんかな。フレアサークル、食らえ。ふむふむ、結構調子いいな。私たちの勝利ですね。
コク、目標を達成しました。よし、目標達成。リグルド、交易のことなんだけど、これを見てくれるかな。リム様、何やらたくさんの素材をお持ちですな。それらを交易に使われるのでしょうか。そう、いろいろ集めてみたんだ。これで特産品を作って他国との取引に乗せてくれ。商人と物々交換をしていた我らが国相手に交易をすることに。このリグルド、神明王として様にお引き受けいたします。命はかけなくていいけど、よろしく頼む。これは宗衛から思念伝達か。リムル様、ミリム様とカバルたちが大量のモンスターを捕まえ帰還します。そうか、今日も食材が大量だな。今日もごちそうなのだ。この気配はトレイニーさん？いや、ちょっと違うか？私はトライアドのトライア、トレイニーの妹です。妹がいたのか！いや、それよりその殺気と姿はどういうわけだ？緊急事態でございます。厄災が近づいています。厄災？カラミティモンスターであるカリュブディスが復活しました。カリュブディス？魔王に匹敵する暴威であります。我が姉トレイニーたちが足止めを行っておりますが、まるで歯が立ちません。そしてかの大量はこの地を目指しております。な、トライアさんの話によれば、カリブディスは遥かなる昔に生まれ、死と再生を繰り返しているらしい。凶暴なる天空の支配者、森の支配者にして守護者たる暴風竜ベルドラの申し子と言われているそうだ。俺とカリブディスは兄弟みたいなものかもしれず、ここを目指してるのは俺を狙っている可能性もあった。俺の中にベルドラがいることに気づいて。カリュブディスが復活したなら魔王以上の脅威となりますな。何しろ魔王と違って話が通じる相手ではないので。え？言ってみれば知恵なき魔物、メガロドンというサメ型の魔物を異界から召喚して暴れると伝えられています。なんだそれ、オークロードより厄介なんじゃ。状況はより最悪です。召喚されたメガロドン、その数は13。魔王並みの化け物1体と召喚された空飛ぶサメが13体。それは何の冗談だ。リムル様、どうなされます？どうするって何か重要なことを忘れてはいないか。カリュブディスごとき、この私の敵ではない。軽くひねってやるのだ。おお、その手があったか。そのようなわけには参りません。私たちの町の問題ですので。おい秘書、勝手に断るな。だが私はマブダチ。そうですよ、友達だから何でも頼ろうとするのは間違いです。リムル様がどうしても困った時はぜひともお力添えをお願い申し上げます。今めちゃくちゃ困ってるんだけど。そっか。そうだぞミリム、まあ俺を信じろ。カリュブディスを倒す準備しろ。はっ！倒すって、あの、分かってるんですか？
相手はドライアドでさえ足止めできない化け物ですよ。名約を結んだガゼル王の応援も期待できるし、やるだけやってみるさ。逃げないのですか？逃げてどうする。俺がこの国で一番強い。絶対に勝てそうもないならすぐに逃げて次の策を考えるけど、そうじゃないなら正面から自分の目で敵の強さを確かめるべきだろう。なるほど、魔物の主、そうでしたね。王を失ったら終わりの人間とはそのあたりは違うんだよな。しかしあれですな、リムル殿は我々人間のような考え方をされるのですね。とても魔物とは思えませんよ。ああ、そうかもな。信じられないかもしれないけど、実は俺元人間なんだよ。シズさんのことは知ってるだろ。俺はあの人と同じ異世界人だったんだ。向こうで死んで、こっちでスライムに生まれ変わったんだけどね。ああ。シズさんは俺と同郷で、後のことを俺に託して言ったよ。シズさんの意志を受け継ぐことと引き換えにこの姿を得た。シズさんの姿で俺がカッコ悪い真似はできないだろ。カリブディスとの決戦は目前に迫っていた。打てる手は全て打っておくか。ガゼル王にカリブディス復活と援軍の話をするため、ベスターにドワルゴンとの水晶通信の指示を出した。準備が整うまでの間、テンペストを拡充して防衛設備を整えておこう。後悔はしたくないしな。コク、新たな目標が発生しました。気合い入れていくか。建築を実行しましょう。頼んだぞ。うんうん、さすがだな。建築を実行しましょう。頼んだぞ。うんうん、さすがだな。建築を実行しましょう。頼んだぞ。うんうん、さすがだな。目標を達成しました。よし、目標達成。国国新たな目標が発生しました。気合い入れていくか。リムル様。コク、リムル様、ドワルゴンに連絡する準備が整いました。水晶の通信がつながりました。話はすでにベスターから聞いておる。弟弟子が困っているのなら助けるのは当然だろう。しかしカリブディスと戦うことになるとはな。我が国からはペガサスナイツ100機を出そう。ドワルゴンの精鋭部隊100機、これはありがたい。援軍感謝する。礼などいらん。弟弟子を助けるのは当たり前だ。戦いが始まろうとしていた。その場所はチュラテンペスト連邦国と武装国家ドワルゴンの中間地点。相手はカリブディス。最悪、カリブディスである。そして戦いが始まる。
まずは俺が一人でメガロドン一体を相手にして力量を見る。それから三部隊に分かれ、それぞれがメガロドン四体を撃破する。ペガサスナイツは遊撃隊としてそれぞれの戦闘のフォローに回ってくれ。いいな。はっ。13匹のメガロドンを先に殲滅する。私は何をすればいいのだ。ミリムには大役を頼みたい。大役とな。俺たちが留守の間、市街地はガラ空き同然だ。ミリムには市街地を守ってほしい。それじゃオルズマンなのだ。私もリムルと一緒に行きたいのだ。本当にピンチになったらその時は呼ぶけど、勝っていざ帰ろうとした時に帰る家がなかったら困るだろ。まあまあまあ。だから大事な家を守ってほしいんだ。マブダチのミリムに。マブダチの頼みなら仕方ない。ここは私に任せて行ってくるのだ。最悪カリブディスとメガロドン13体に対するこちらの戦力は、テンペストの守護者ゴブリンキングリグルド、実直な警備隊長リグル、やるときはやってみせる戦闘の天才ゴブタ、忠実なる獣テンペストスターウルフランガ、俺の右腕侍大将ベニマル、気高き鬼の巫女姫シュナ、見た目は秘書中身はモノノフシオン、何でもこなす完璧隠密ソウエイ、テンペストの指南役ケンキハクロ、飼い渡りサバイバー生き残る者スミレ、テンペストの防壁オークキングゲルド、人望はあるお調子者ドラゴニュートガビル、仲間思いの支援特化寄り添う者リト、六本脚の純粋戦士ゼギオン、毒を持つ麗しき女王蜂アピト、そしてガゼル王からの助太刀騎士団長ドルフ率いるペガサスナイツ。敵が来たようだ。腹をくくるしかないな。まあやってみるか。海戦だ。国強敵を発見しました。警告、高密度のエネルギーを持った個体を確認しました。これで決まりだ。食らい尽くせグラトニー。こんなもんかな。フレアサークル、くらえくらえくんだくんよっくんそれペア落ちろくらえだそれペアだよっそりゃくんそりゃいくぞくんアイシクルスピアそりゃこれで決まりだ。食らい尽くせグラトニー。こんなもんかな。それペアそれタン食らえそれペヨッタンペアクンいくぞウリャクンいくぞヨッヨッそれペアクレアサークル食らえ上がってきたタンペアウリャそりゃ落ちろ食らえくらい尽くせグラトニー。こんなもんかな。
これくらいならなんとかなりそうだ。予定通り分散して各部隊で当たれ。なかなかの強敵、いざ力勝負。魔力妨害に硬い鱗だが、戦う手段はある。ジオバ、でかっ。近くで見るとでかいっすね。我が主の命、遂行する。僕の戦闘力では力不足だ。完璧な援護に徹する。こっ、強敵を発見しました。警告、高密度のエネルギーを持った複数の個体を確認しました。派手に行くっすよ。サモンブルブ、遅いよ。よっ、はい、よっ、おりゃまだまだ行こう。さあ、やるっすね。何、許さないっすよ。やるっすね。行くっすよ。こっちっせ、行くっすよ。こっちっせ、とっと、や、行くっすよ。こっちっせ、っっ、何するっすか。やるっす、とっ、ここはお任せを。とくと見よ、リムル様の英知。まだやる気だ。まだまだ行こう。それさえ、や、はい、やるっせ、や、もう、何を想像しました。やるっす、行くっすよ。こっちっせ、おりゃ、よっ、とっ、とっ、よっ、よっ、それさ、やっ、あって、まだまだ行くっせ、派手に行くっすよ。サモンブルフ、すげえ、おりゃ、まだまだ行くよ。それさ、やっ、まだまだ行く、おりゃ、こうなりゃ奥歯立つっせ、よっ、それそれ、とっ、とっ、ダモンっす。ありゃあ、やあ、まだまだ行くっす、おりゃ、まだまだ行こう。やあ、行くっすよ。こっちっす、とっ、調子が変わるよ。食べに行くっすよ。サモンブルフ、うりゃあ、許さないっす。おりゃ、まだまだ行くよ。それそれ、とっとっとっと、やっ、よっ、とっ、おりゃ、よっ、とっ、よっ、ダモンっす。ありゃ、おりゃ、まだまだ行くよ。それそれ、とっ、そりゃ、パッセン、よっ、それそれ、とっ、行くっすよ。こっちっす、とっ、とっ、サモンブルフ、うりゃー、よっ、それそれ、とっ、やっ、まだまだ行こう。それそれ、とっ、それそれ、よっ、何するっすか。よっ、覚悟、とっ、やっ、パッセン、それそれ、よっ、おりゃ、行くっすよ。こっちっす、魔力妨害の効果は高いです。なんとか対策してみます。リムル様、見ていてくださいね。我が輩の実力を見せるチャンスであるな。ウォーゲルドの名に誓って倒す。灰すら残さず消す。こっ、強敵を発見しました。警告、高密度のエネルギーを持った複数の個体を確認しました。燃え尽きるがいい。エフレア、あまり
おぼろ黒炎山、おぼろ黒炎山、覚悟はいいか。うおーカオスイーター、やったか、そらぐら消し止め、いくぜ、燃え尽きるがいい、エフレア、あまり舐めてもらっては困る、踏み込む、リムル様を敵にしたこと、せいぜい後悔するがいい。ははは、ここは活躍せぬわけにはいきますまい。恩を返す時が来た。私はできることをするだけ。私生き残れるかな。告。標的を発見しました。警告。高密度のエネルギーを持った複数の個体を確認しました。愚か者め、リムル様に勝利を。ストーン、オーラシールド、それ、えい、いや、効果ない、えい、いや、それ、えい、倒れて、オーラシールド、センスあるかも、許してね。何するの？いや、負けられんな。どいて。いや、倒れ、すごくいい調子。愚か者め、リムル様に勝利を。ストームカノン。いや、倒れて。許してね。どうかな、いや、うわぁ、あとそれ許してね、まだ倒れるわけには、えい、えい、倒れて、いや、倒れて、えい、許してね、えい、いや、こうかな、許してね、うまくいきそう、えい、うわぁ、とやった、集いなさい、行きますよ、ファンタズムアーミー、や、倒れて、オーラシールド、みんな、カリブディスが来たぞ。でかいな、何か仕掛けてくるかもしれない、油断するなよ。あれはまずい、なんて数だ、焼き尽くすには数が多すぎる。あれはどうしようもないっすね、逃げれないっす。ゴブタ殿もそう思うか。さてどうするか。リグルドさん、リムルさんを守りましょう。おお、ゲルド殿、
共にリムル様の盾に。おう、全員で順に攻撃して鱗を消していけば被害は最小に抑えられそう。ここは踏ん張るところか。覚悟は決めましたぞ。ここ一帯に回復できる結界を張ります。ペガサスナイツの方たちまでカバーできない。それは俺がフォローに回る。先陣はシオン殿とランガ殿で行けるか。了解です。かわせぬならば突き進むまで。ランガ、行きますよ。おう。バカ言うな。まあ潔くて嫌いじゃないけどな。リムル様、こういう時くらい俺を頼ってくれよ。食らい尽くせ、クラトリー。舞台を組み直す。4人は俺と来い。他の者とペガサスナイツは遊撃隊だ。各自判断で攻撃、全員で行くぞ。コク、標的を発見しました。警告、高密度のエネルギーを持った複数の個体を確認しました。これで決まりだ。食らい尽くせ、グラトニー。こんなもんかな。余裕、アイシクルスピア。そりゃ大目がグラトニーさ。カリブディスのダメージはせいぜい3割ってとこか。総力戦で3割、これはまずいな。どうしたものか。お、おなら。ミリム、ミリムって言ったよな。大賢者、解析できるか。はい。カリュブディスの拠り代となった素体の生命反応を確認。その素材が強烈な怒りの感情を持っている模様。強烈な怒り？ミリムに？つまりカリュブディスはミリムがいたからテンペストに来たってことか？てっきり俺の中にベルドラがいるのを察知してとか、深読みしすぎていたのか。あれ？じゃあミリムに頼っていいんじゃね？ベニマル、ミリムを連れてくれ。少しの間、ここを任すぞ。はっ。
告。強敵を発見しました。警告、高密度のエネルギーを持った複数の個体を確認しました。燃え尽きるがいい。エルフレア、あまり舐めてもらっては困る。やっておぼろ、コケンザ。我が範囲をお任せあれ。ボルテクスクラー。まだだ。決まった。行くぞ。おぼろ、黒煙山。行くぞ。行くぞ。俺たちが邪魔したみたいで悪いな。いいのだ、気にするな。なのだ、やるのだ。全員速やかにこの場から離れろ。ミリム、あとは頼む。分かったのだ。あとは任せるのだ。あ、フォビオって魔王カリオンの配下なんだろ。生かして助けてやりたいんだが。うわっはっはっは、その程度造作もない。最近学んだ手加減を見せてやるのだ。手加減って一体。あ、あれはフォビオ。さすがミリム、見事な手加減だったよ。それから俺はフォビオの体に融合したカリブディスを引き剥がす作業に取り掛かった。
精神生命体であるカリブディスは素体から分離すると逃げてしまい、別の依り代を得て復活する。だが俺なら捕らえることができる。変質者とグラトニーを並列で起動させ、変質者で分離させたそばからグラトニーで食い尽くす。それだけだ。コク、カリュブディスの魔核を捕食しました。ふぅ、どうなのだ。ああ、成功したよ。リムル殿。ドルフさん、助力を感謝する。おかげでカリュブディスを倒すことができた。いえ、カリュブディスを倒したのは我々ではなく。お？説明してもらえますでしょうか。いや、その実はこの少女は魔王ミリムといってね。魔王リムル殿は冗談がお好きなようだ。あのような高出力の魔法兵器を所持していたのなら最初にそう申して欲しかったですぞ。冗談ではない。私は魔王なのだ。私がカリュブディスをやったのだ。なるほど、兵器については秘密と。わかりますぞ。僕の手は隠しておくに限りますからな。魔王だと言っておるだろう。人類にとっても最下となりうるカリュブディスを始末できたのは行幸。我が王への報告がありますれば今回はこれにて失礼いたします。本当に助かりました。ガゼル王によろしくお伝えください。よ、目覚めたか。ここはどこだ。俺は一体。自分が何をしたか覚えているか。すみませんでした。俺はミリム様にとんでもないことを。あなた方にも迷惑をかけてしまったようで。なんでこんなことをした。なぜカリュブディスの封印場所を知っていたのですか。偶然見つけたなどとは言わせませんよ。だそうだ。はい、それは。フォビオは中央道ケレンを名乗るティアとフットマンという奴らに、力が欲しければ魔王になればいいと声をかけられたという。フォビオは二人を怪しんだが、カリブディスと同一化しそれに打ち勝てば強大な力が手に入ると言われ、カリブディスの封印の場所も教えられ、なすすべもなかったミリムへの対抗心もあり手を出してしまったということだった。ティアとフットマンと名乗る仮面の道化、こんな仮面でしたか。いや、俺の前に現れたのは涙目の仮面の少女と怒った仮面の太った男だった。怒りの仮面の太った男だと。怒り面の太った男、ゲルミュッドの使者を名乗る上位魔人がそんな仮面をつけていました。名はフットマン。そのラプラス殿も。ラプラス？ラプラス殿はゲルミッドの使いとして我が輩の前に現れたものなのですが、今トレイニー殿がおっしゃった仮面をかぶっておりましたぞ。うん。それに中央道化連という何でも屋の副会長だと名乗っておりましたな。点と点がつながったな。以前森でオークロードについて話していたものはラプラスというのですね。フットマンね、その名覚えておくとしよう。もしかするとゲルミュッドではなくクレイマンのやつが何か企んでいたのかもしれないな。内緒で。クレイマン？お？やつはそういう企みが大好きなのだ。魔王クレイマンか。今回の一件は俺の責任だ。魔王カリオン様は関係ない。だから俺の命一つで許してほしい。次からはもっと用心して騙されないようにしろよ。は？もう動けるだろ。行っていいぞ。いや、
俺は許されないだろう。別にお前の命はいらないってな、ミリム。うむ、当然なのだ。軽く一発くらい殴ってやろうかと思っていたが、私も大人になったものだな。殴るつもりだったのかよ。全然腹が立っていないから許してやるぞ。ということだ、気にするなよ。そうだぞ、カリオンもそれでいいだろう。はあ、カリオン様。ふん、気づいていたのかミリム。当然なのだ。よっ、そいつを殺さずに助けてくれたこと礼を言うぜ。あんたが魔王カリオンか。俺はリムル・テンペスト、ジュラ・テンペスト連邦国の名士だ。お前、オークロードを食ったな。ああ、その通りだ。で、それが何か悪いのか？面白いな、ミリムが気に入るわけだ。悪かったな。え？部下が暴走しちまったようだ。俺の監督不行き届きってことで許してやってほしい。ああ。今回の件仮にしておく。何かあれば俺様を頼ってくれていい。意外だな。それなら俺たちの国との不可侵協定を結んでくれると嬉しいんだが。そんなことでいいのか。よかろう、魔王の、いやユーラザニア、ビーストマスターカリオンの名にかけてジュラテンペスト連邦国に牙を向かぬと誓ってやる。さすが魔王、器がでか。よし、ほら、帰んぞ。いっぱい血出てますけど。後日死者を送る。今度は礼を守らせるさ。ではまた会おう、リムル。さてと、終わったな。俺たちも帰ろう。はい。コク、重要な目標を達成しました。よし、これでいいはずだ。お見事、寿司ショー、メガロドンの三枚おろし。これくらい朝飯前、いや晩飯前じゃよ。軽い、しかも硬い。これは使えそうだな。盾にしてもいい、鎧に加工するのもありだな。ちょっとしたアクセサリーを作ってもいい、高値で売れそうだ。うんうん、この体液、変わった効果が。自己再生か。ゲルド殿、見事な戦いっぷりでしたぞ。あの勇気見習いたいものです。ガビル殿こそ獅子奮迅の活躍、いや感服の至り。いやいや、ゲルド殿。いやいや、ガビル殿。ハハ二人ともかっこいい。やれやれ、今回はさすがに疲れたな。ゆっくりお疲れを癒してください。戦闘の後の温泉は本当に極楽ですね。はあ、幸せ。癒されます。助かったよミリム、改めてありがとう。大したことはないのだ、これぐらい当然なのだ。もっと礼を言ってもいいのだ。リムルもなかなかのものだったぞ。今なら魔王になると言い出しても私は反対しないのだ。魔王？そんなものになるわけないだろ。何かメリットでもあるのか。メリット？ミリムってなんで魔王になったの？
なんでだろう。何か嫌なことがあってむしゃくしゃしてなった？いや、俺に聞かれても。そうだな、よく思い出せん。大昔のことだから忘れたのだ。そっか。そうだ、メリットがあったぞ。魔王になったからこそマブダチができたのだ。ああ、そっか、そうだな。トライアさんに最初聞いた時はどうなることかと思ったが、多くの協力を得てカリブディスを退けた。整備してくれたゲルトたちには申し訳ないことに、カイドウはかなりの被害が出ている。いい機会だし、修復工事と合わせて国を拡張しようと思う。大掛かりな工事になるから、たくさんの建築資材が必要だな。コク、新たな目標が発生しました。よし、集めるぞ。今日も豊作だな。率を開示します。出発だ。コク、探索開始だ。コク、接敵を確認しました。これで決まりだ。食らいつくせ。グラトニー、いざ。こんなもんかな。チャンス。強敵を発見しました。アイシクルスピア、そりゃあそう、まだでしたら覚悟はいいか。うおー、カオスイーター、そりゃよ、そりゃ落ちろ。くらえ。この調子でガンガン行くぞ。私たちの勝利ですね。お、なんだこれ。資源の足しにするか。お、なんだこれ。資源の足しにするか。資源の足しにするか。それ。コク、接敵を確認しました。フレアサークル。強敵を発見しました。これで決まりだ。食らいつくせ。グラトニー。
かな。我が輩にお任せあれ。ボルテックスクラッシュ。決まった。油断した。アイシクルスピア。行くぞ。危なっかしいところもあるが、シオンの強さと明るさにはいつも助かってるよ。ありがとうな。コク。コク。能力の上昇率を開示します。発見しました。落ちろ。覚悟はいいか。カオスイーター終了。お？なんだこれ。資源の足しにするか。それ。お？なんだこれ。資源の足しにするか。足しにするか。たコク、一旦帰ろう。コク、新たな目気合い入れていくか。ネムル様、被害の出た街道の修復と国の拡張を頼みたい。修復の依頼はそろそろ来る頃だと思ってたが、国も応急するのかい。ああ、今も自慢の街並みだけど、国相手の話が増えてきてるからな。
舐められないようにしたい。ってことで素材は目いっぱい集めてきた。好きに使ってテンペストを他国に負けないようにしてくれ。これはもう国家事業レベルだな。よし、旦那の期待に応えるとするか。武装国家ドワルゴンに加え、ユーラザニアと国交を結ぶことになるジュラテンペスト連邦国は領地を拡張し、国としてより大きく発展していくのであった。国国潜在能力が解放されました。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 国目標を達成しました。よし、目標達成。テンペストもだいぶ大きくなったな。この世界に転生して一人ぼっちだったのが、今では一国の名手、ガゼル王、魔王ミリム、ユーラザニアの魔王カリオン。王たちと交流してるのもよく考えたらすごいことだな。そういえばミリムとの約束を忘れてたな。カリブディス戦でも助けてもらったし、急いで武器を作らないと。カイジ、国の拡張と整備ありがとな。すごくいい、さすがだ。自画自賛だが満足な出来だぜ。だんな、みんなも手伝ってくれたしな。そうだよな、みんながテンペストに愛着持ってくれてるのが分かって俺も嬉しい。それで工事が終わったばかりで言いづらいんだが。おお、どうした。カイジンたちにお願いがあるんだ。ミリムと約束した専用の武器を作ってもらいたいんだが。ミリム様の武器か。大きな方向性としてミリムの強大な力を抑えるものを作りたい。できるか。そうだな、魔王に刻印魔法を使えばなんとかなるかもしれねえ。高い耐久性が必要ってんでリムル様が素材を調達してくれたやつだべな。調達してくれた素材だけじゃダメそうだ。だな、これに見合う良質な魔鋼が必要になる。良質な魔鋼か。ガビルがポーションの素材を探してた時に北東の荒野で見つけたとか言ってたな。北東の荒野、カリブリスとの戦いの場か。戦後の調査を兼ねて探しに行くか。
国、新たな目標が発生しました。よし、集めるぞ。平和が一番。Thanks for joining me on this epic gaming journey. Remember to smash that like button, subscribe for more awesome content, and I'll catch you all in the next adventure.